エンジニアリングと教育と両方とも担当しております中田星子と申します。よろしくお願いします。事業開発部で、教育事業を担当しております西慎一郎です。よろしくお願いします。エンジニアリングの方では、宇宙空間に暴露する実験装置の、ユーザーインテグレーションを担当しておりまして、教育の方でも高校だったり小学校だったりの授業の方に赴かせていただいたり、ワークショップを西さんと一緒に作らせていただいたりしています。仕事としては、教育事業のコンテンツを開発して、どのように、実施するのかを考え、それを、ファシリテーター、講師みたいな役割で、実施もしております。創業というか始まりが教育事業っていうところがあるのと、宇宙という、コンテンツ自体が非常にこの教育にとって、パワフルというか、我々が予見性の低いこう宇宙のベンチャーで宇宙ビジネスをやっているっていうところが大きな理由というか、それがやってるから企業化教育もやっていますし、なんか我々教育だけをやってる会社じゃないからできること、本業の宇宙のビジネスをやってるからこそ伝えられることがあるので、我々がこう教育事業をする意味があるんじゃないかなというふうに思ってます。昔やってましたではなくて、今もやってますっていう姿でこう生徒さん学生さんの前にいることって、なんかやっぱり臨場感になると思うし、今まさにこう宇宙開発を前に進めている人が何か話しているっていうのが、やっぱり温度感とかっていうのも何かこうリアルな感じで伝えられるんじゃないのかなと思うので、なんかそこは大事にしたいなと思っているところはあるかなと思います。学習院大学さんと産学連携協定っていうのを締結いたしました。それは何でかっていうと、学習院大学さん自体が宇宙法であったりだとか、ISS の実験施設を使った研究をしている先生がいらっしゃって、もともとその宇宙に関して、非常にこの課題感を持っていらっしゃる先生方がいて、それはなぜかというと、地球で資源の取り合いであったりとかいろんな争い事がある中、次月に行こうと人類はしていて、資源の取り合いがまた起こるんじゃないかと、同じ過ちを犯しちゃいけないということで、分離融合、今まで宇宙っていうのは理系の科目がいろいろ注目を浴びている世界なんですが、いろんな分野で宇宙のことを考える機会が必要だという、宇宙利用論の授業を作るとなって、でその時にお声掛けをいただきました。でそれで、我々スペース PD は宇宙を利用してビジネスをしているので、お手伝いをすると。で具体的には事業を一緒に作っていくっていうプログラムがこれから走り出すと。で実際昨年末にはオンラインとオフラインを合わせた宇宙ビジネス概論という宇宙の技術をお伝えして、それがどのようにビジネスにつながっているのかって伝えて、学生に、アイデアを作ってもらうようなワークショップっていうのを実施いたしました。衛星のその出来上がってくる設計を始めてから、いろんな試験をしたりだとか、いろんなデータを取ったりだとかっていうことを繰り返しながら、衛星を打ち上げるっていうところを2年間かけてやっていくんですけれども、そこを追体験しながら衛星が打ち上がるまでを、学びにしていこうというようなプログラムをやっておりまして、そこには私も西さんも一緒に関わらせてもらっています。すごい毎日、文化祭の前夜みたいな世界で、なんか私初日、入社初日に初めて名刺交換したのが宇宙飛行士なんですよ。意味わからないじゃないですか。入社して何の入社説明も受けてない中、じゃあ行ってくださいって言ってご挨拶したら、その人宇宙飛行士だったみたいな。先ほどもミーティングしてたら、その宇宙法の権威の先生であったりとか、あるこの特別な場所でワークショップやってくれみたいなとか、なんかもう今までの人生では触れなかったような人とか機会をもらって、なんか私がワークショップやってるのはそれこそなんか教室でやりますとか学校行ってやりますじゃなくて、大学行って
大学生に対してめちゃくちゃ大きい行動でやったりとか、この前なんて700人ぐらいの前でワークショップするみたいな、こんなんなかなかできないなっていう、そういう意味でめっちゃダサい言葉しか思い浮かばへんけど、楽しみに言ってください。エキサイティングな会社ですかね。でも大事にしているものはやっぱり変わってないなって思うし、自分自身が大事にしたいものも変わっていないなと思うので、ちょっとどうなってるかわからないですけれども、軸をこう今ある大事にしているものをもう持ちつつも、いろんな形に想像できない未来が、新しい景色が待っているんじゃないかなとは思っています。それが自分がどこに所属していて、どんな案件を抱えていて、どういう悩みを持っているのかっていうのが多分分かんないだろう、分かんないような、なんて言うんでしょう、あの状態がずっと多分続くんだろうなと。逆にその半年後のは多分こうだよねっていうふうになってたら、それはもう多分 BD じゃなくなるんじゃないかなと思いますね。